いやー、今回はなんと宇宙刑務所からの脱獄ですよ。もうこの世界ではあまりにも脱獄が多すぎて、もう宇宙に刑務所作っちゃえばよくねってなったんでしょうね。さほど遠くない未来のある日、パイオニアの集結する強欲なシンクタンクが宇宙流し刑という愚かなアイデアを思いついた。ここで暮らすのは宇宙に適応した犯罪者たち。地球の深刻な、なんかこれ文章途切れてんだよね。深刻な、なんだよ。あと前回さ、あの次にあるステージで最後かもしれないって言ってたんだけど、このゲームちょうど最近アップデートが入りまして、ステージ増えたんですよ。サンタの持ち物検査、これ今までなかったステージなんだけど、あとね、まあ無料で一つステージが増えた他に、有料のダウンロードコンテンツでも今まで1個しかなかったんだけど、4つも今ステージが追加されててね、なんかまだしばらく楽しめそうですね。あとなんかこのステージごとにさ、簡単とか難しいっていう付箋みたいなの貼られててさ、いやいやいや、エアフォース難しいは嘘でしょ。裸のままクリアしたぐらいなのに、あんなに簡単だったのに、結構適当なんですよね。はい、じゃあ今回は宇宙監獄からの脱獄行きましょう。まあでもここはやっぱりね、最後にアンロックされるステージだけあって、なかなか難しいんですよ。まあでも見事に脱獄してみせるので、もし現在、この動画を宇宙にある刑務所から見てる方がいたら、ぜひ脱獄の参考にしてください。地球の青さ、美しさ、思い出してください。よし。なんかここでは囚人服もちょっと宇宙服っぽいんだよね。まあぽいっていうか宇宙服なんだろうね。実際めちゃくちゃコストかかるよな、この刑務所。もうテクノロジーもすごいんだもん。こちらへどうぞ受刑者様。モニターが喋ってるし、あなたは70年間の冷凍睡眠を経て当刑務所へ到達しました。今から1年間の刑期を務めてもらいます。70年間コールドスリープさせといて刑期1年だからね。コストかかりすぎでしょ。こちらでは様々な栄養の補給が可能です。美味しさスキャンを開始。判定0点。クソまずいじゃねえか。お体が故障した時は医務室へどうぞ。医務室はそんなにテクノロジー進化した感ないんだよな。今まで通りの医務室。トレーニングルームもね。あなたの稼働容量はこちらのジムで改善できます。何してんのこいつら。早すぎー。こちらの機械がお仕事を手配してくれます。ああ、これも全自動なんだね。受刑者様、受刑者様、緊急時は指定の脱出ポットをご利用ください。脱出ポットね。まあ当然この脱出ポットを利用した脱獄方法もあるんですけど、あれマルチ専用なんだよね。ソロじゃ使えないんですよ。大したもん入ってないな。ここのね、このステージのとりあえず何が難しいかってね、天候がここなんですけど、俺見ての通りもう危険物探知ゲートがめちゃくちゃ多いんだよ。天候に参加するのに必ず通らなきゃいけないし、あと他の受刑者の机調べるときもさ、各独房に必ず監視カメラがあってすぐバレるわけですよ。あ、これ俺の部屋か。そう、他の部屋で調べようとしたらこうやってすぐバレる。で、すぐ人が来るんだよね。あ、思いのほかなかなか来ないな。あ、来た来た来た。こいつこいつ。チェックしに来るんだよね。だから自由に他の受刑者の独房を調べたいなら、まあいつも通り、看守ボコって服奪うなり、服ひっぺがすなり、漂白剤を見つけて、医務官の服に改造するなり。あ、早速あった超ラッキーなんですけど、漂白剤。これで医務官の服にできるね、自分の服を。他、まあそんなに必要なもんはないかな。そしたら自由に他の受刑者の独房を調べられるので。はい、朝食。朝食に参加して。まあなんかね、受刑者の独房以外にもこうやって
調べられる机がいくつかあってさ。何が必要かな。とりあえず銅線もらっとこうかな。銅線とヤスリとガムテープが欲しいな。なんかね、まあ、今回やろうと思ってる脱獄方法は、まあ、なんか脱獄方法大きく分けて2つあるんだけど、まあ、その2つの脱獄方法のどっちかをなんか必要なアイテムの集まり具合で柔軟に変えてこうかなと思ってんのね。でも多分カッター作って脱出する方、なんつったらいいのかな、そのうわー俺が欲しいと思ってたヤスリとガムテープ、いただきやす。あ、ちょっと助かるな。ちょっと一旦自分の部屋に持ち帰ろう。探知ゲートをくぐらずに帰らなきゃいけないのがめんどくさいんだよね。本当にいろんなとこにあるからさ。さっきのね、食堂入るときもあったでしょ、探知ゲート。朝ごはんへの参加も危険物持ち込んじゃいけないんだよ。遠回りしなきゃいけないんだよな、ゲートくぐらずに自分の部屋戻るなら。まあ、脱獄方法大きく分けて2つあるって言ったけどさ、なんかどっちの脱獄方法もね、この宇宙ステーションみたいな場所のどこかにある小型の宇宙船みたいなのをパクって逃げるみたいな感じになるんだよね。労働時間か、ハロワイクか。だからどっちもね、なんか脱獄方法としては似たようなもんなんだけど、まあでもアプローチの仕方が違うので、カッターを作って脱獄する方法になるかな。はい、労働時間に参加だけして、この上の部屋にちょうど勉強部屋があるんだな。とりあえず勉強しちゃって、医務官の服作ろう。医務官の服作るのに知力が50必要なので、知力50にして医務官の服作っちゃえば他の独房自由に調べられるようになるね。医務官が受刑者の独房を漁ってんのもおかしいんだけどね。なぜか許されるので、どんだけテクノロジーが進化してもね、この世界の監守間抜けなんですよ結局。よし、ちょっと体力の限界かな。ここにはなんかないかな。あ、これ見られたらまずいのかな。あ、見られてもいいのか、この現場は。アルミホイル欲しいな、その金製品ポーチ作んのに。でもこのフロアから外に出んのにもゲートくぐんなきゃいけないんだよね。ゲートがとにかく多いんだよ。ちょっと持ち出しそうにないな。さっきは向こうの階段から来たけど、こっちの階段にもあるもんね、ゲート。ちょっとあれだな、体力回復してもう一回勉強しよう。とにかく知力上げるのは最優先だな。体は別に鍛えても鍛えなくてもいいけど、知力って絶対必要だからね。確かこっちにシャワールームがある。これね、一見ね、シャワールームと運動ルーム行くのにもこのゲートくぐらなきゃいけないように感じるけど、実はこっちから行けばくぐらなくて済むっていう、割とここはガバガバ設計なんですよ。こういうガバガバ設計多いよね、全部。もうこんな宇宙に刑務所作るぐらいコストかけるんだったらもうもっと設置しろよって思うけど、あのゲートも。まあおかげさまで助かってるんですよ。でね、俺が脱出しようとしてるルートがここなんですよ。ここにフェンスぶっ壊さないと通れない場所があって、こっちの扉も入れないからね。この先に進むことで実現する脱獄方法があるんですよ。まあここいかにも怪しいじゃん。俺初めてプレイした時もこれで脱出したら。なので、あのフェンスをぶっ壊すためのカッターを作りたいわけよ。だからヤスリが必要なんだよね。ヤスリとヤスリ2つとガムテープでカッターが作れるので。で、勉強しよう、勉強。勉強すれば、とりあえず、医務官の服にできるので。よし。
勉強できる場所ここしかないんだよね、このゲームショウ。もうね、テクノロジーが進化してるから紙の書籍なんて少ないんでしょうね。よし、とりあえず限界まで勉強して知力56作っちゃうか。イムカンの服、おなじみだね、この動きは。これで自由に動けるようになるな、割と。もうおなじみの格好になったね、一気に。いいズボンだな、相棒。わかる？バカだな、こいつら。で、運動。とりあえず運動に出席だけして、ちょっとな、さっさと知力は70にしちゃおっかな。知力70にしちゃえばもう何でもクラフトできるっていう安心感が得られるので、初日のうちにやっちゃうか。それはシャワーで回復してもう一回勉強しよう。次何の時間だっけ、運動の次って。あとさ、このステージのさ、すげえ厄介なのがさ、あ、次昼食か。ほら、ここ宇宙だからさ、昼も夜もないわけよ。だからなんか生活の時間もちょっとおかしくてさ、起床時間がなんか14時とかで、でなんか朝に就寝時間になるんだよね。だなんか分かりづらいんだよね、何時に何の行動するかってのが。22時にお昼ご飯で、次なんだっけな、どっかで点呼一回挟むはずだから、次点呼かもしんないな。ちょっと一旦独房エリアに戻るか。今なら他の個室調べられるしね。時間の感覚おかしくなる感じなんだよね。勉強したかったのに。あ、ここにも漂白剤ある。ちょっと動線もね、優先的に取っておきたい。あのさ、あのフェンスぶっ壊すって言ったけどさ、あのぶっ壊した、あのフェンスぶっ壊した箇所、偽のフェンスっていうのを作ればカモフラージュできるんですよ。それが動線3つで作れるので、それも可能なら作っておきたいから。あ、天候だ、天候で合ってた。で、いやー、堂々と調べられるね、イム館の服のおかげで。じゃあしこたま他の部屋、他の個室調べちゃおうかな。そこそこ収穫あったぜ。動線たくさん集まったし、なんか今回は別に鍵複製する必要ないかもしんないけど、なんか癖で歯磨き粉とか手に入れてパテの塊作っちゃった。鍵作ることも可能だね、一応。とりあえず労働行っとくか。ハロワ、ハロワの近くに勉強ゾーンがあるから、ハロワに顔出したついでにもうマックスまで上げちゃおうか、知力。嘘だろ、知力69で止まった。こういう時椅子とかに座るとちょっと回復早くなるんだよな、少しスタミナのちょっとだけ回復して。つか暗いな、なんか。おい、俺の勉強場所取るんじゃねえよ、この野郎、ぶっ飛ばすぞ。おい、ぶちのめしていいか、こいつ。でもちょっとなんか監視いるのが邪魔だな。あ、やった、どいてくれた。怖い怖い怖い、目の前で。とりあえず知力70になったね。これで何でもクラフトできる。あ、いいもん持ってんじゃん。セッションしようぜ、セッション。倒れてる人の横で。さて、とりあえず知力70にできて、もうすぐもう就寝だっけ。他にもなんか開けられる机あったような気がするな、独房以外で。夕食か、夕食参加だけして、この北の方、
ここがね、そう、ここ脱出ポットがあるフロアなんだよね。で、この扉はマルチプレイじゃないと通れない場所で、まあ、マルチ専用なんですよ、脱出ポット使うのは。でもここに一つね、誰のものでもない机があって、調べると、あー、なんもないや。まあ、たまにいいもの入ってるので、こういう場所しっかり調べるのも大事だよね。他にあったかな、誰のものでもない机で鍵がなくても開けられるところ、ちょっと探してみようかな。あ、あんじゃん。ここもそうだね。あー、今必要なものはない、残念ながら。シャワーの時間か。ちょっと慣れないな、生活のリズムが。他の刑務所もさ、多少時間のズレはあるけどさ、でも朝に起きて夜寝るっていうところまでは一定してるから、なんとなく、あ、そろそろ夕食だなとかわかるんだけど、わかりづれんだよここ。ちょっと体も鍛えとこうかな、体力。カッター使ってフェンス壊すのに体力鍛えておけば消費するスタミナが減るからね。まあ鍛えて損はないでしょ。あれ、そろそろ就寝だっけな。もうほんとわかんねえな、この刑務所だったような気がする。ちょっと独房エリアに戻っとこう。まあ、大体めぼしいとこは調べたんじゃないかな、今日一日だけで。知力も70にできたし、結構収穫あったぜ。天狗だ。はい、天狗に参加したので、ちょっとまだ調べてない独房、寝る前に調べちゃおうかな。ガムテー、ガムテーいい感じに集まってんな。今回は木材はいらないかな。あとヤスリだな、ヤスリがたくさん欲しいね、とにかく。何もない。ここが最後かな。これで他の囚人の独房はだいたい調べたことになるね。うん、部屋に帰ろう。なんかアイテムパンパンだな。あ、天候の後自由時間なんだ。あ、さ、自由時間一回挟んでから就寝とかだっけな。とりあえず作れるもん作っとこうかな、今のうちに。どうせ3つ集まったので、偽物のフェンス作れます。行くぜー。これを一旦しまっといて、隠しスペースに大事に入れとこう。で、次、なんだっけ、そうだ、カッターだ。ヤスリ2つとガムテープで脆いカッター、作成。これも大事にしまっとく。で、できることならもっとヤスリが欲しいんだよね。脆いカッターじゃちょっと耐久度足りないので、もっとたくさんヤスリが欲しい。で、このあと、あ、防衛戻れってなるんだな。ちょっとさ、あ、ここも通れねえのか。この先にも一つだけ机あるんだよね。ただ危険物探知ゲートがあるので、危険なものは持って帰るのちょっと難しいんだけど、あそこだけ行き損ねたな。よし、そこそこの収穫あったぜ。あとはヤスリさえ手に入れば割とすぐにでも行けるかもしんないな。あと、ちなみにこれ電池とか取ってきたのはさ、あの面白いアイテムがクラフト可能になってこのステージに来たことで、エネルギーソードってのを作れるんですよ。電池モジュール、動力モジュールと導線とほうきの棒の部分だけあれば。まあ、スタンガンみたいに一発で気絶させられるわけじゃないんだけど、威力高くて結構強い武器なんだよね。あれ可能なら作れるかなって思って取っといたんだけど、電池難しいかな。電池がもう一個あればいけるね。ほうきの柄も持ってきてるからね、ちゃんとエネルギーソード作りてーって思って。よし、とりあえず就寝。
でも2日目はもう楽勝よ。天候出たらもう早速他の独房を漁れるからね。強いぜ。歯磨き粉とかも別にいらないな。もう鍵複製する必要は本当になさそうだな。パテと、あ、やった、ガムテ。あ、でもガムテばっかり集まってんな。動線ももういらないかな。一応取っときたくなっちゃう。あとは本当に必須なのはヤスリだけだね。ヤスリだけを求めて漁ってこう。あと電池。よし、もう早い段階で他の受刑者の独房は全部調べたんだけど、あったわヤスリ。ヤスリ、ガムテープと脆いカッターで軽量カッターってのにできるわけだな。グレードアップさせて軽量カッターで、さらにヤスリがもう一個あればガムテはもう十分あるからね。丈夫なカッターが作れるわけで、丈夫なカッターにできたらもう確実かな。今の段階でもいけるかもしんないけどね。どうしよっかな。どうしよっかな。一応労働時間だし、顔だけ出しとくか。ハロワに。ちょっとぐらいすっぽかしても平気なんだけど。まあ、怪しまれないに越したことはないもんな。この辺ね、好き勝手行動するか、規則に従うかのバランス、ちょっと俺すげえ守りに入っちゃうんだよね。多分ちょっとぐらいすっぽかしても全然大丈夫なんだけどさ。丁寧にやっちゃうわ。とりあえず、こういう誰のでもない机も一応調べて回ろう。あるかもしんないしね、欲しいもの。よし、じゃあちょっとだけやりたいこと進めちゃおっかな。ここの目的のフェンス、もう今ぶっ壊しちゃおうかなと思います。一応下の階、階段の近くに人が来てないこと確認して、はい、ぶっ壊す。よし、こっちには来てないな。ほら急げ。軽量カッターのままでもフェンスぐらいは壊せるので、ここ一旦壊しちゃいましょう。で、一応見つかっても大丈夫なように偽フェンスをここに設置しておく。で、このフェンスの向こう側まではさすがになかなかそうそう人が来ないので、もうこっちまで来ちゃって、うーん、大したもんは入ってないな。で、ここのね、なんだろう、俺何説明しようとしたんだっけ。いや、ここすげえ初見殺しでさ、あのね、この左側に行きたいわけよ。で、あの画面の左上のところ、いかにもでしょ、あそこになんか小型の宇宙船みたいなのがあって、それ使えば脱獄できるんだけどさ、こうマップ上だとここスカスカに空いてるように見えんだよ。お、通れんじゃんって感じなんだけどさ、実際はなんか謎の荷物が置いてあってここ通れねえのっていうので、俺初めて来た時はすげえ騙されたんだけど、実はね、ここのダクトで繋がってんのよ、向こう側と。だからここのカバー外しちゃってさ、あー、どうしようかな、運動時間すっぽかしちゃおうかな。一回一回ぐらいすっぽかしても、こん中入って、この先を、この先にもフェンスがたくさんあってさ、このようにこれをカッターでたくさん破壊していくと向こう側に出れるんだけど、あー、運動時間すっぽかしちゃった。あー、なんつうのかな、ごめん、ちょっと今焦りからね、うまく説明できないでいるんだけど、まあとにかく繋がってるわけよ、このダクトで向こう側と。だからカッターをさらに強化する必要があるんだけど、ちょっと今の軽量カッターのままじゃ怪しいかもしんないね。サクサクサクと、耐久度ギリギリまではちょっと壊しとこうかな。でも、よし、こんなもんにしとくか。で、ちょっと一旦帰ろう。偽フェンス取って、もう一回
設置しておく。よし。でもちょっと進んだから、なんだろう、次来るときは、あ、もう昼食もすっぽかすことになるね。次あそこに行くときはもう脱獄するときだ。で、一旦帰ってカッターを隠しスペースに入れておこう。ごめんね、なんかこうすごい説明する説明の仕方を考えずに飛び込んじゃったわ。早い段階で。で、テンコだけはすっぽかせねえから、ネジ回しとカッター入れといて。あざーす、牛さん来ました。よし。あと調べてない机あったっけな。だから本当にあとヤスリさえあればカッター強化していけるわけよ。こっちの階段だっけな、もう一個机あんの。ここここ頼むぞ。ある！あるわけないですよねみたいな感じになると思ったのに、ヤスリあんじゃん。これもういけんじゃねえの。いけるわ、俺は自由だ。ヤスリなんて持ってませんよ。危ねえ危ねえ。まあ別に手に持ってるぐらい多分大丈夫なんだろうけど、隠したくなっちゃうよね。もう付け預けちゃったじゃん。さっきの耐久度が 20% まで下がった軽量カッターを丈夫なカッターに改良すれば耐久度は 100% に戻るので 100%! これさえあればもういけるでしょう。一応ネジ回しも持ってくか。これいったな、いったるわ。宇宙であっても、たとえ宇宙であっても俺を縛りつけることはできねえってことよ。よしよし、バレてないな、この偽フェンスは。外して一応人が来ないように戻しとこう。で、あとはもうこのカッターさえあれば、ここのダクトカバーはもう開けてるしね。中入って、ここもすでに半分壊しかけてるから、はい、まず一つ壊す。いや、さっきちょっと準備しといてよかったね。で、次も壊す。一応偽物のフェンス作っといてよかったな。偽フェンスなしでもう一回で突っ切るってこともできなくはないんだろうけど、丈夫なカッターとかちゃんと揃ってれば。ちょっと少しでも確率を上げるためにね。よし、結構カッターの耐久度消耗すんだよな。で、この上にダクトカバーがある。まあカッターで壊してもいいんだけど、せっかくネジ回し持ってるし、ネジ回しで開けちゃうか。よし、早くしろ。よし、来たぜ。もうここまでは誰も来れないはず、この荷物が邪魔で。どんだけ大騒ぎになろうと。では、はい、皆さんお世話になりました。ここでの思い出は一生忘れません。あばよ、衛星ナビのスイッチは、まあ、これを運転できるのもおかしいけどね。うおっと、すげえポンコツじゃん。違ったらしい。どれだよ、ちょっとバックできない？いいぞ。あれ、地球までたどり着けないでしょ、あの調子じゃ。さすがに宇宙船動かす訓練はしてないでしょ。うわー、すげえ、たった2日でクリアしちゃった。まあまあ、一応やり方は分かってたからね。でもね、このステージ本当に初めてやった時は苦労したんだよね。時間の感覚が狂うのもあるし、金製品探知ゲートがとにかく多くてね。でも脱獄するのに必要なもの自体は意外と少なくて、さっさと医務官の服さえ作っちゃえば
自由に動けるからね。つうわけで、一応あのダウンロードコンテンツを除けば一番最後にアンロックされる、一番難しいとされてるアノマリ宇宙監獄宇宙刑務所クリアしました。やったー。実際はエリア17とかツンドラの方が難しく感じたけどね、個人的にはね。つうわけでこれやってみっか。次回サンタの持ち物検査これアップデートされて新しく追加されたステージなんだけど、簡単って表記になってるからね、初見プレイやってみるか。ここで一度、すげえ時間かかるかもしんないけど、簡単であっても初見だとねそこそこかかるんだよねこのゲーム。それとあと追加コンテンツ、ダウンロードコンテンツだね、有料のこの栄光の帝国っていうの一つだけだったんだけど、この間まではこれも増えてるので、この辺もまあ全部やるかどうかは分かんないけど、ちょっと触れてみようかなと思ってます。いや結構やったぜ。もう後半のステージはさ全部やりきれてない、全部の脱獄方法やりきれてないのもあるけど、結構やったでしょ。まあとりあえず次サンタの持ち物検査だな。はい、つうわけで刑務所にぶち込まれては脱獄する日々、もう少し続きそうです。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。